はい、池袋パルコミュージアムさんの方でですね、はい、ロバート結成20周年記念イベントでございます、はいはい、ロバート激ヤバ祭を開催したいと思います、はいはい、今日はねこうやってね、うん、トゥトゥトゥサークルという、そうだね、原点になりました、サークル芸の原点、まあ、このサークルから入りましたので、はい、ちょっとやってみましょうか。なんだこのリズム、このリズムがある、ね、はい、ちょっと一つずつ全部対応していきましょう。大丈夫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 ありがとうございます。しっかり正面からいりません、いりません、いりません、ありがとうございます。いや、いらないですよ、その角度。いや、十分ですよ。十分ですよ、うん。いや、細けえな、向き。だいたい3カ所ぐらいにしてくれよ、やるとしても。いやいや、せっかくこんな来ていただいたらね、体モノマネ資料館、これだけはちょっと言わせていただきたいんですけど。体モノマネ、もうこれはね、はい、いろいろね。何かと言いますとですね、はい、私が体モノマネ、体モノマネ芸というのを、はい、もう6年半ぐらいやっております。6年半になりますか、はい、これは宮達夫さんの体に目をつけ、はい、体を焼いて焼き続けてやっておりますが、はいはい、その全ての歴史を展示して、家にあるお面、とんでもない枚数、うん、そしていろいろな梅宮さんのパネルだとか、僕が使ってるT シャツだとか、なんと今回原版が手に入るということで、原版、日本に今原版、今原版が日本に来てるんだよ。いやいや、原版お前しか持ってねえんだよ。世にお前のしかねえんだよ。原点の大事な原点のお面を家にずっと何年間も保管してて、はい、なるほど、はい、ようやく今日池袋に到着しているみたいですね。来ました、原版が展示してるわけですね。厳かな感じで展示されてるのが、これが6年半ほど前に生まれました。この1枚から全てコピーを取り、こんなケースに、これは本当にね、はい、あの大事な神聖なるパネルなんですね、はい、やっていただけるんですね。じゃあ体モノマネの音楽ミュージックスタート。きた、はい、いや急げ急げ、おお、いや髪の毛いいいいから、うん、いや梅宮達夫さん、ちょっと小さくねえかこれ。確かになんかサイズがあれ、これちょっと小さいよね、サイズが。あれ6年半の間に体が成長してきて、お面がいやいや、お前がでかくなっちゃってんだよ。原版が全く合わなくなりました。小さいっすもん、あれ、いや飯食いすぎちゃって、俺6年半前はぴったりだったのに。梅宮さんにはこの今回やることは伝えたんですかね。いや、もちろん、はい、事務所さんを通して、あ、はい、なるほど、はい、壁中梅宮達夫の顔で埋めていいですかと言いましたら、はい、どうぞどうぞと。どうぞだ、はい、優しい、本当に器の大きい方でね、器の大きな方でございます、あの許可があり全てが始まりました。なるほど、これ下なんかだから、はいはい、下気になっちゃってね、下が気になるでしょ、俺も、はいはい、下どういう風に仕上げてくれてんだと思って、はいはい、ちょっと BGM いいですか、ミュージックスタート、はい、これが心配でね、はいはいはい、どういうことですか、はい、うどうなってるんでしょう、え、ズボンの下、うん、いや、ブリーフブリーフ白ブリーフ入ってくれた、ブリーフだったんだ。いい加減怒られる瞬間だと思うよ、梅宮さんが。いや、それがそう思うじゃん、秋山もうやめろってなるかもしれない、これこれは勝手なもんつけた、毎回そう思って連絡するんですけど、いいからやれよって言ってくるんですよ、はい、確認してないんだ、あの方は、はい、もうもうほぼ分かってないですね、もういいからっていうね、もう聞くな、もうお前優しいよ、でももうそう何とも思うんですよ、とは言いつついいっすかっていいからと、いやそうな、うるせえって言われる、これもう OK でもらってるんですね、もうほんと全て OK です。素晴らしい方です、はい、はい、トリオとしてこう 20年やってきて、はい、こう激ヤバだったことってありますか。激ヤバだったことですか。激ヤバ、喧嘩しそうみたいな時は、うん、ね、何箇所かありましたよね、うん、ババがマジでやんないんで、はい、本当にもう今となっては認めてますけども、はい、ネタ合わせの時とかも寝てたり寝袋持ってきたりだとか何回もありましたよ。お前マジでもう帰ってくれ九州にっていうことありましたよ、はいはい、気持ち的な。でも今もうこういうやつなんだ、もう無理なんだと思いますよ。そうですね、もう幼稚園の頃からそうなんで、うん、こいつはね、学生時代俺がやったこと全部笑ってくれたんですよ、はい、なるほど。俺が作った丸本の歌もね、うん、なんすか丸本、中学の時に使ったあの図工、うん、図画工作の時に丸本作ったんですよ、丸い本、丸い本、あら丸本丸本丸本パッパー、丸本丸本丸本パッパー、丸丸丸丸よー丸ってつな、うん、そう、それをずっと笑ってた。お前しか笑ってねえよ、お前だけで笑ってる。あれ歌ってくれよ、こいつがね、やっぱ圧倒的に笑ってくれたから。あ、そうなんだ。だからこそ居心地がいいんでしょうね。ちょっと正直ね、面白い、いや面白いよマジで、 ありがとう、うん、ずっと面白い、子供の頃からゆり組の時から面白かった、うん、それは何なん、普通にマジで面白いの。いやマジでね、普通に面白い。後でやれそんなもん。みんなの前に見せるもんじゃねえよ、そのありがたい幼馴染のお話、うん。